いつものペライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2017年モデル、ランドローバー、レンジローバーイボーククーペ、HSE ダイナミックをご紹介させていただきます。まず、外装面の状態からですが、フロントバンパーに飛び石と、右側のドアパネル部分に小さな傷がございます。 それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離約1万3000キロと低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はサントリーニブラック。インテリアはブラックとレッドのコンビレザーシートが採用されております。高い走行性能、デザイン性、実用性が魅力的な。 市場でも人気の高いイボーククーペでございます。こちらのお車は最上級グレードの HSE ダイナミックでございますので、数多くの専用装備が施され、より刺激的かつ快適なドライブを楽しみいただけます。また、エクステリアブラックデザインパックが装備されておりますので、統一感のある仕上がりとなっております。 ヘッドライトにはキセノンヘッドライトが採用されておりますので夜間走行時も安心してお乗りいただけますエンジンスペックに関しましては2リッター直列4気筒ターボエンジンが搭載され最高出力は240馬力を発揮しますアルミホイルはエクステリアブラックデザインパック専用20インチのアルミホイルが装着されておりタイヤの山に関しましては フロントが約4分山、リアが約6分山残っております。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトは LED が採用されており、デザイン性に優れております。合わせてトランクスペースのご紹介です。オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。 イボークでございますのでトランク全体十分な容量加確保しておりさらに後部座席を倒してお荷物を積むことが可能です続きましてインテリアご紹介させていただきますシートはブラックトレッドのコンビレザーシートが採用されております運転席側若干の使用感はございますがその他大きな傷汚れ等はございません ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されておりパドルシフトが備わっておりますので自由自在に変速をお楽しみいただけますまたクルーズコントロールも装備されておりますので高速走行時も楽々運転していただけますナビゲーションは純正車内では地デジの視聴も可能ですまたバックギアに入れていただきますと バックカメラが装備されておりますまたフロント両席シートヒーターが標準で装備されておりスピーカーはメリディアンのスピーカーが採用されておりますのでより一層上質なドライブをお楽しみいただけますシフトは9速のオートマチックシフトが採用され走行モードに関しましてはアダプティブダイナミクスが搭載されておりますので刺激的な走りを実現しております またオプションで大型のパノラマガラスルーフが備わっておりますので、開放感溢れる室内空間を演出しております。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いとはいたしません。では今回は2017年モデル、ランドローバー、レンジローバーイボーククーペ、HSE ダイナミックをご紹介させていただきました。 こちらのお車は最上級グレードの HSE ダイナミックでございますので、数多くの専用装備が施され、さらにエクステリアブラックデザインパックが装備されることにより、統一感のある、かつスポーティーな仕上がりとなった一台です。また走っては240馬力を発生させるエンジンが搭載されておりますので、ストレスのない十分な加速性能をお楽しみいただけます。 お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。